はい、大山着きました。大山着いたんだけど、見て、雨で真っ白です。何も見えません。電波塔もご覧の通り真っ白です。ここにいつもなら景色を見ながらね、ご飯食べるテーブルがあるんだけど、ちょっと雨が降っちゃってて、避難する場所がないです。この間はここまで来て、で木左衛門の行き方が分かんなくて、これね、ここに何も書いてないんですよ。木左衛門の大赤樫の情報が。ほいで、どっからどう行けばいいか分かんなくて。んでね、結局諦めて来た道を帰ったんだけど、その時に、もう一人、老夫婦の人が、俺が今登ってきたこの、牛妻矢沢ルート、こっち行くと水見色の集落に行くんだけど、こっちの方から登ってきたんだっていう話をしてて、今日はねちょっと予定外で高山市民の森に行く道が通行止めになってて、通れなかったもんだから、村泊まりっていう、まあこの集落の一番最奥に住んでるおじいちゃんの家にちょっとお邪魔して、他に登山ルートがないかって教えてもらって、でそのおじいちゃんに教えてもらった登山口から入って、最初は全然人工物がなくて、いやこれ大丈夫かなって思ったんだけど、分岐まで行ったらこういうね、東海自然歩道の案内板、これに突き当たって、でようやく正規のルートに戻ることができて、でどのくらいだろう、90分ぐらいかな、歩いて、もう途中からずーっとひたすら登りで、いや今日トレッキングポール持ってきて本当良かったなと思って、ここの電波塔は NTT の所有してるものらしいんだけど、ここまでは前回も来てるのね。こっからなんですよ問題は。大山、986メートル、ここまでは前回も来たんだけど、こっからが分かんなくて、それで職場のね、山登りしてる先輩から、先に木左衛門行かれちゃったもんで、昨日会社でタバコ吸いながらちょっとルートの説明聞いて、で地図も書いて、今日は行き方バッチリですだもんで、今から、もう食事する前にまず木左衛門に向かいたいと思います。こっからどうしようかな、動画ずっと撮ろうかな。まあ、いや一旦切りますね。それじゃあ行ってみましょうか。大山、今大山山頂です。ここから昨日教えてもらったルートで行ってみます。こんななって動画撮りながら歩くの初めてなんだけど、あ、そうだ、いいでしょこれ、映ってねえか。
昨日届きました、おニューのシャツ余談ですが、よし行こう。ここ、映ったか？映んないか？これこれ、赤沢、大原って方、ちょっとマジック霞んじゃって見えないけど、この赤沢って方に降りていきます。こっちに木左衛門がいます。超楽しみ。さあ、会えるかな。ここからね、50メーターぐらい下ったところあたりに一軒だけね、こんなとんでもないところに民家があるらしいのね。で、今そこへ向かってるんだけど、ここずっと歩いていくとまた電波塔が2つあるらしいのね。すごいわ、ガスっちゃって真っ白です。何も見えません。一応ね、今雨降ってるんだけどね、雨っていうか霧、登ってくるときは森の中だったから葉っぱがね、雨を防いでくれて濡れずに来れたもんで、こんな格好で来たんだけど、いやーこれ結構持ってるとは思ってえな。もうちょい短くすればいいな。こんなもん。ユーチューバーってこんなことしてるんでしょうね、多分ちょっとね、道が濡れてて危ないです、すごく。昨日の説明だとこの道でいいはずなんだけどな。今ここは進んでます。こう降りてってます。もうね、去年の何月ぐらいかな、あの K-MIX のね、ラジオでフリーアナウンサーやってる DJ の神谷さんのね、企画してるイベントで、生演奏と神谷さんの朗読っていうイベントを、それの手伝いをさせてもらったときに、この水色のね、木左衛門の木の話、これが昔話として、この地元でずっと語り継がれてるらしいんだけど、その話を聞いてからね、もうずっとね、大若菓子が見たくて、で、インターネットでいろいろ調べてたんだけど、とにかく情報が少ない。あの、ヤマップ見て、木左衛門の写真とかね、上げてる人いるんだけど、そこに行くまでのね、ルートが細かく説明してくれてなくてね、どうやって行けばいいのかずっと分からなかったんだね。いやこれ重たいな。ちょっとここまではトレッキングポールがすごく役立ったんだけど、今になってめちゃくちゃ邪魔です。うわっ、なんだ、いや
クモの巣でした。結構降りてきたよ。ここはなかなか神秘的でしょ。こうか、ずっと今日はこんなね真っ白の中歩いてます。ああ、雲の巣か。今日はね、登山中誰とも会ってません。一人も登山客はいなかったですね。いやー、いいね、すごいいいね。こう、こういうとこ大好きだ。中華クモの巣すげえな。うわ、顔中クモの巣だらけです。実はいろいろ山登ってますけど、カモシカ見たことないんですよ。で、ここら辺にここ失礼、ここら辺の山ね、カモシカいくらでもいるみたいなんだけど、思ってやな、畜生。あ、もしかいくらでもいるみたいなんだけど、まだ一回も会ったことないんですよ。わ、何これ、鹿の角かと思ったら枝でした。木に吊るしてあんのかと思った。なかなか電波塔が見えてこないけど、ちょっと不安になってきたな。ちょっとこのままビデオ回して、木左衛門に会うまでをドキュメントで撮るつもりだったけど、意外と距離ありそうだな。あー、くそ、重い。YouTuber ってこんなことしてんのか。くそ、重てえぞ、これ。ちょっと平らになりました。一応ね、昨日の説明聞いた通りに歩いてきてるんだけどね、小屋が見えないですね。っていうか、この道は本当に初めて歩く道ですね。まあ、今日登ってきた登山道も初めてなんだけど、いや、なかなかこの杉のね、木の森の中をずっと歩いてて、めちゃくちゃ気持ちは良かったんだけど、50メートルぐらいっていう話だったんだけど、おかしいな。もうね、めちゃくちゃドキドキしています、今。先週、雨で、本当は先週の土曜日に来るつもりだったのね。先週の土曜日雨で、もう一日土砂降りで、で、うわ。大丈夫なの、これ。
当にこの道で合ってる？すごいよ、こう岩が苔だらけで。いや、滑る、滑る、滑る。で、先週も断念して、実は去年の12月にも別のルートから大山までは登ったんだけど、その時は奥長島っていうね、ちょっと京都は全然違うルートで、あの天然水が汲める県水泉っていうのが足窪の奥にあるんだけど、そこからさらに奥まで車で行って、でそこから入山したんだけど、あこれが噂の、なんだっけ、何の話だっけ。あ、すごい雲の巣が、ああこれか。林道へ出ました。うわー怖いな、これちょっと後で戻るとき見落とさないようにしないと。これね、大山を階段になってて、こっから林道歩きです。まあ、大体昨日説明聞いたのと同じかな。こっちに行けばいいと思うんだけど、何しろね、真っ白でね、目標にしてる鉄塔が見えなくて、なんかね、自信がないね。これで合ってんのか。ここに林道があるってことは、本来車で入ってこれるんだけど、これこの、今向かってる鉄塔を作る際に、資材を運搬するために、まあ、トラックとかね、通れるようにした道路らしいんだけど、この道沿いに、例の民家が、あるっていうことなんだけど、今のところまだそれらしきものが見つかってないです。いやー、もてなくそ。今こっちに進んでいます。真っ白、本当に合ってんだろうな。いやー今日は多分、あお、鉄塔あった。見える？見えねえか？見える？映んねえかな。ここにね、鉄塔があった。映った。これ。これも目印の一つだった。水色無線中継所、これもね、教えてもらった行き方の目印の一個で、もう一個
鉄塔があるらしいんだけど、ぼちぼちね、その民家があるはずなんだよな。わけはおかしい。なかったら今日も木材もに会えない。昨日さ、あ、これか、これだな、だな、これだ、あったあった、ありましたよ、ほら。そう、説明だと、この家と家の間、ここ、見える？ちょっと待ってよ。ここ左に曲がると、木材の門の看板があるっていう話。あった！あったよ。ほら。いや、来たね。木材門のお若菓子。いやー、泣きそう。マジで泣きそう。来たぞ。行くぞ。行くぞ。つけろ、やべえ、マジで泣きそう。あ、ちゃんと整備してあるね。階段がある。いや、やべえ、やべえ、泣きそう、マジで。うわ、すげえ急だな。めっちゃ危ねえ。おー、もうすぐそこだぞ、おい。うわ、危ねえな、これ。やべえ、泣きそう。いやー、嬉しすぎる。嬉しすぎるぞ。すごいよ。ものすごい急。もうね、ぼちぼちじゃねえの。あったあったあったよ。あった。あった。あったよ。まだ見せないよ。やばい。やばい。会いたかったぜ。見る？木左衛門の若菓子、ついに来たぞ。
はあ、そんなにでかくない言うほど。縦にしよう。はい、そんなに言うほどでかくない。そういう問題じゃない。わかるかな、あの俺のこの嬉しさ、わかるかな。わかんねえぞこの野郎。しろこの三脚バカ野郎。見た？見たい？木左衛門の大枠だし見たいの。これだよ。会いたかったぜ。やったー、ついに会えました。嬉しすぎます、嬉しすぎます。ちょっとこれ動画じゃ伝わんねえな、これ僕ってほどものすごいでかい木じゃないんだけど、この風格すごいね、苔。やーべえ。というわけで、2023年4月の22か4月22日、ちょっと天気が怪しい中出発して、結婚しました。見事木左衛門と会えました。あ、木左衛門じゃないね、大若頭と会えました。めちゃくちゃ嬉しい、もう感動して泣いちゃいました。怖
れだから山はやめられないね。次は伊豆の下田にある日和山ってとこの白鳥神社だっけかな。この間あの NHK の BS の日本百名山でやってた、伊豆のトレッキングの番組で、まあ、富士山見ながら山登りをしようっていうので山梨側に行った人とあと静岡のその伊豆の山から富士山を見るっていうのでやってて、そこにね白神の、古木があるってことで、白神の樹林帯はねあの伊豆のスキューバのメッカの大瀬崎っていうところにすごい白神がいっぱい自生してんのかな、すごいいっぱいある、もうそこもめちゃくちゃでかい白神の木があるんだけど、まあそこもやっぱ市の天然記念物に指定されてて、今度はそこに行きたいと思っています。見て見て、木左衛門のお若菓子。やっと会えました。嬉しすぎる。嬉しすぎる。どうしようこれ。俺 YouTuber なんてやるつもりないから、動画どうやってアップしようか今考えてますけど、とりあえずね、あの一気に登ってきちゃったもんでお腹空いてるんで、どっかでご飯食べます。ここで食べようかな。何にもないんだけどさ、テーブルも何にも、まあ、そんなのあったら逆にしらけちゃうよね。今日はちょっと木左衛門のお若菓子と喋りながら会話しながらここでご飯食べようと思います。しばらく、この木の神様と語らいながらちょっと休憩して、まあ、景色が見れないからね、今日はこんな感じで真っ白です。今日はここで、折り返しっていうことでご飯食べて下山しようと思います。では一旦切りますね。続き取るかわかんないけど。ということで木左衛門、木左衛門リベンジ達成、やったね。だな。はい、今下山の途中です。だいぶ降りてきましたけど、駐車場が遠くなっちゃうんで、一応来た道をピストンでまた戻ってます。で、今立ってる場所、ここがね、ちょうど今永遠下ってきたんですけど、っていうことは行きはここがもうこっから先が永遠に登りです。大山の山頂までここずーっと登ります。めちゃくちゃきつい。ここはものすごい急登で、こっから先はもうアップダウンじゃなくて完璧にアップだけずーっと登っていく感じで、すごいきつかった。帰りはこの急斜面を降りてこなきゃなんなかったんだけど、まだこの辺はまだいいんだけど、上の方は雨の影響もあって葉っぱがね、落ち葉がすごい滑りやすくて何度も転んじゃって、ちょっと危ないなと思って途中からグローブをしたんですけど、ようやく稜線に出て、ここら辺から先は少し、こっちが戻る方角ですけど、ここから先は少し楽な、平らな道になってます。木左衛門の大若菓子、ついに今日あの
対面することができたんですけど、さっき昨日動画でも話したんですけど、フリーアナウンサーの神谷幸恵さんって人の個人でやってるイベントにちょっとお手伝いしたのがきっかけで、この水見色っていう静岡の山奥の村に昔から言い伝えられてるすごい大きな樫の木、赤い樫の木があるっていう話を聞いて、もう行きたくてしょうがなくて、今日実は、大山に登るのは3回目でした、3回とも全部違うルートで登ってるんだけど、1回目はトレランの大会とかをするようなコースで、そこはあの水見色喜楽市っていうお土産屋さんとか食堂みたいのがあるところから、ちょっと茶畑に入ったところに入り口があるんだけど、それもあの喜楽市のおばちゃんに、登山口を教えてもらって、行ったんですが、その時はもうタイムアップで、結局山頂まで行けずに引き返してきました。で2回目が去年の12月に、さっきの動画でも行きの動画でも説明しましたけど、県水線っていうあの湧き水を汲める施設があるんですけど、そこの奥から、登ったんですが、去年の台風15号の影響で崖崩れの場所がすごくいっぱいあって、あと沢も本当にここ沢かっていうぐらい大きな岩が流れて、もうなんか台風のなんていう爪痕の大きさを目の当たりにしたっていうか、もう登山道めちゃくちゃになってて、こういう森の中入っちゃえば、まあ、普通だったんだけど、最初沢を歩いてる時はもうピンクテープがなければ多分登れなかったんじゃないかなと思うぐらいぐちゃぐちゃになってて、で途中崩落してる箇所も何箇所かあって、すごく危ない思いをしたんだけど、その時は大山の山頂まで行けて、きっと山頂に行けば案内板があるだろうみたいな、そういう安易な気持ちで行ったもんだから、そしたら、何の答え何にも案内板がなくて、その木左衛門のある場所が分かんなくて、それももう12月だったんで日が暮れるのが早かったこともあって、やっぱり下山しなきゃなんなくなってタイムアップとなっちゃって、それで今日、3度目のリベンジだったんだけど、今日は本当は高山っていう地区まで車で行って市民の森っていうね、なんていうのかな、自然を楽しむ施設があるんですよ。でそこから入って、そこの近くの登山道があって、水見色峠を経て東海自然歩道へ出て、ほいで大山へ向かうっていうプランだったんだけど、今日実はそこが通行止めになってて通れませんでした。ほいで仕方がないのでどうしようかなってぐるぐる回ってたら迷子になってしまってすごく方向音痴なもんですから、ほいでその水見色の一番最奥の民家、村泊まりっていう場所まで行って、そこのお宅にちょっとピンポーンってお邪魔して、実は高山経由して大山に登りに来たんですけれども、市民の森が通行止めになって行けないんですっていう話をして、どっか登山口知りませんかって聞いたら、おじさんの方がじゃあ俺が連れてってやるよっつって軽トラに乗っけてくれて、それで登山口まで連れてきてくれたんですね。でそれってヤマップとかいろいろ見てたんだけど、多分誰も入ったとこことないんじゃないかなと思うような場所で、もう全然こういうね山に標識であるピンクテープ、こういうのが一切なくて、あと人工物でところどころにありますけど案内板、そういうのも全くなくて、最初はそんな道から入った
ったんですね。それで、あれこれ本当にたどり着けるんだろうかっていう感じで最初歩いてたんだけど、そしたら一本分岐にぶち当たって、そこに東海自然歩道って書いてあったもんだから、あ、これ市民の森から来てる道だっていうことで、正規のルートにそこから入ることができました。そのおかげで、まあ早い話ちょっと歩く距離が短くなったというか、まあ本来歩く道に結局たどり着くことができたんだけれども、まあ結構な距離をワープできたんじゃないかなっていう感じでしたね。で、大山自体はまあ 1000m ちょっと切ってますけど、非常にね、地元の人からも結構きつい山だっていうふうに言われてて、自分もそれ山道を登って体感してるんですが、本当に急登の山ですね。で、今日歩いてるこの道は東海自然歩道がメインなんで、すごく綺麗に整備されてて、こういったものもねちゃんと所々にあって、それで分岐もちゃんとしっかり分かるように立ってて、でピンクテープも至る所にあるんで、めちゃくちゃ歩きやすいんですけども、体力ない人がいきなり入ったら相当きつい思いをするだろうなっていうコースですね、これは。今下ってきてどのくらいだろう、30分以上は歩いてると思いますけども、もうすぐそのおじさんが軽トラで教えてくれた登山口に曲がる分岐に差し掛かるんじゃないかなってとこまで来てます。で、最初の動画でも話しましたけど、先週の土曜日本当は大山来るつもりだったんだけど、一日結構な雨が降ってて、それで断念したんですよ。で今日になったんだけど、今日はその翌週の土曜日なんですけど、こういうね、こういうものがちゃんとあります。すごく整備されてます。それで予定変更して今日にしたんだけども、もう昨日の時点から天気が怪しいなって感じで、まあ家出るとき朝雨は降ってなかったんだけども、どん天で、まあ今日は目的がね景色じゃなかったもんだから、あくまでその木材門の大赤樫っていう木を見に行くのが目的だったんで、まあいいんですけど、もう山の中入ったら真っ白になっちゃって、今ねこう晴れてきてますよ、明るくなってきちゃって、雨は止んでも日が差し込んでます。まあ下ってる時間なんでね、明るくこう森の中歩ける方が安全でいいんですけども、今もう日が長くなってるんで、まあ、この調子で行けば3時くらいには下山できるかなとは思ってますけど、上の方は本当もう真っ白で、逆にそれがね今日で良かったなっていうふうに思ってますね。木のなんていうのかな、長い年月生きてきた木がこうすごく神秘的に見えて、また森の中歩いてても自分はどっちかというと森の中を歩く稜線歩きが好きなんですよ。こういう今歩いてるこんな感じの場所がね、だからまあ、ちょっと途中落ち葉で滑ったりで危ない思いはしたけど、今日にしてよかったなと、まあ今になって思えば、いい日に当たったなと思ってます。そんなわけでぼちぼち、泉色地区への分岐に当たると思うので、まあ無事に下山できると思うのですが、今日のこの動画は別に YouTube にアップするために撮ったわけではないんだけども、たまにはこんなのもいいかなと思って撮りました。なのでちょっとね、山好きの知り合いとかに YouTube の動画のリンクを後で
教えてみてもらおうかなと思ってますけど、ぜひ次は今日はちゃんとしたルートは覚えたんで、本当に感動しました。なもんで誰か連れてきてあげたいなと思ってます。一緒に行くだなということで、終了です。木左衛門の大涌菓子リベンジ第3回目大成功。